今回のお客様はイギリスのお客様です。やっぱそういう気持ちを聞くと我々競技師としては力が入りますね。はい、どうも、掛け軸塾の野村です。今回はこちらの2本の掛け軸の修理のご紹介をさせていただきます。今回のお客様はイギリスのお客様です。お、 UK です。 UK ロック発祥の地、 UK ビートルズとかね、すごいいいですよね。まあ、そんなイギリスから のご依頼なんですけども、ご依頼いただいたご両親がご購入された掛け軸のようなんです。ご本人がちっちゃい時からずっと一緒に育ってきた思い出のある掛け軸ということで、修理の方を頑張らせていただこうと思っております。で、まあね、松と梅と竹、松竹梅ということでおめでたい掛け軸ですね。で、こちらの方は赤い梅の掛け軸ですね。3月ぐらいに飾ったらいいんじゃないかなという掛け軸です。ただこの梅の掛け軸ですけど、こう状態がね結構良くなくてですね、こうもう破けちゃってるんですよ、下の方が。まあ、幸いにも作品の方はねそんなに傷んでないので、まあまあ仕立て替えは大丈夫かなとは思うんですけど、まあところどころちょっと破けたりしてる部分があるので、そこら辺注意しながら修理しないといけないなとも思います。では早速行ってみましょう。水で糊をふやかして裏打ちの紙を除去していきます。通常総裏打ち、中裏打ち、肌裏打ちと3枚の裏打ちがされているので、3枚の紙をめくっていく形になります。はい、今中裏打ちまでめくり終わった状態です。ここまではねそんなに特に苦労することなくめくれたんですけれども、問題は肌裏打ち、これが一番難易度が高いです。で、逆に言うと中裏打ちまでの状態でめくりにくかったら肌裏打ちも大体めくりにくいので、もうそういう時はかなり時間がかかることを覚悟してやらなければなりません。お、いい感じですね。糊弱いです。めくりやすそうです。ただこれでね調子に乗って一気にガーってやろうとすると後で痛い目を見たりする時があるので、慎重にやはり少しずつめくっていくことが大切です。めくる時は本紙を押さえながら少しずつめくっていきます。この旧裏内紙に糊で本紙がひっついてこう破れてこないように本紙をしっかりと押さえながら少しずつめくっていきます。はい、こちらの松竹梅の掛け軸ですけども、裏内紙の方除去終わりました。まあ、今回はそんなにね厳しいめくりじゃなかったという点ですかね。まあ、作品の状態もね良かったので、まあ破れたりしてなかったので、まあまあすんなりとめくれた方かなと思います。これだけね、あの裏打ちの旧裏打ち紙の残骸があるってことなんで、すごい量ですよね、こうして見てみると。で、問題はねもう一個の梅の方ですね。あっちの方が結構しんどそうだなと見た感じで思うんですけども、まあ、そっちの方の裏打ち紙をめくっていきます。はい、では続いて梅の方をめくっていきます。こっちの方が多分大変そうですけどね。やっぱりこれ結構めくりにくいですね。全然紙がめくれずに、こう指で撫でて剥いでいくような感じでしかできないですね。綺麗にめくれてくれないですね。きつ。全然剥がれないですね。
上の方を一応めくり終えました。これはなかなか思ってた以上にきついですね。さっきの松竹梅と比べて全然違いますね。さっきの松竹梅ぐらい簡単にめくれてくれたら嬉しかったんですけども、これめくった後なんですけども、わかりますか、さっきの松竹梅の裏打ちの紙のめくり方と全然違うでしょ。もうこれめくりにくい時こうなるパターンが多いんですけども、もう紙がちり紙みたいな紙がすごく頑丈に貼り付いているので、指でこすって取っていくしかないんですよ。そうするとこういうふうなちっちゃい破片になっていきます。で、無理に力でめくろうとすると雑くなると本紙を破いてしまうので、どんな時でも冷静に少しずつ力を弱くしながらめくってやらなければなりません。では残り半分ぐらい頑張ってめくっていきます。一見するとね、肌裏打ちないのかなって、こうあまりにも薄いからないのかなって思ってしまうぐらいなんですけども、こうやってね指でこすっていくとやっぱりこうめくれてくるので、ちゃんと最後までめくってあげないとダメですね。で、こういう紙をそのままにして新たに表層すると硬い仕上がりになったり、こういう裏打ちが後から浮いてきて結局もう一回やり直すっていう形になったりするので、なるべくめくるようにします。はい、今全部一応めくり終えました。きつかったっすね。結構難易度高かったっすね。これわかんないですかね、こんなね、本当もうちり紙ですよね。こんな細かい、こんなのばっかりめくっていかなきゃダメだってことですよ。全部めくった紙がこんな風になるのはまあそんなにないですけどね、たまにありますけどあんまないですね。珍しいパターンです。まあ、なんとか無事にめくることができました。で、これからねちょっと乾かして、ちょっと上にめくった後の残骸みたいなのが付着してるんで、乾いてからそれらを全部きれいに取った後裏打ちをしていきます。まあ、2つともね特に問題なく、まあ、作品にダメージを与えることなくきれいにめくれたっていうのに関しては良かったなと思います。ではこれで旧裏打ち紙の除去終わります。お疲れ様でした。イエス。はい、では今からね裏打ちの方を行っていきます。
はい、こちら2点の掛け軸の仕立て替え修理が終了いたしました。まあ、全体的に見ていい感じに仕上がったかなと思います。思うんですけども、梅の掛け軸が本当に裏打ちの紙めくるの大変でした。いや、苦労しましたよこれ本当に。まあ、両方ともねいい感じに仕上がってくれたので良かったかなと思います。松竹梅の掛け軸は最初は表層にすんごい大きなシミができてたんですけども、まあ、こうやって仕立て替えをすることで見違えるように綺麗になりましたね。で、梅の掛け軸は最初表層部分がもうちぎれてしまってたんですけども、まあ、なんとか綺麗な形でこういうふうに仕立て替えを行うことができました。はい、こちら2点の掛け軸ですけども、お客様が小さい頃から一緒に育ってきた掛け軸、しかもそれはお母さんが大切にしていた掛け軸、お客様の思いを聞いていたので、やっぱりそういう気持ちを聞くと我々表具師としては力が入りますね。まあ、これも大変でしたけども、やっぱりなんとかその思いに応えたいっていう部分がしんどい作業も可能にする、そういうふうな部分っていうのはありますね。お客様が喜んでくれたら本当に嬉しいなと思います。はい、弊社では今回のようにボロボロに傷んだ掛け軸をもう一度飾りたい、大切にしてきた思い入れのある掛け軸をもう一度復活させたい、そういうふうな思いに応えるように日々精進しておりますので、ご要望ございましたらぜひご相談ください。はい、このチャンネルでは掛け軸や表層修理に関するさまざまな情報を発信しております。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。